皆さまこんにちは本日は当社の2023年12月期決算説明動画をご覧いただき誠にありがとうございます私は日本和装ホールディングス株式会社代表取締役社長の同盟吉尾でございますどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは早速ではございますが 説明を始めさせていただきます本日はこちらの流れに沿ってご説明いたします最初に日本和装ホールディングスグループについて簡単にご説明させていただきます続いて2023年12月期の決算概要2023年通期のトピックス最後に当社の今後の展開についてご説明させていただきます まず僭越ながら私の自己紹介をさせていただきます当社には2008年に入社いたしましたその後広島拠点の拠点長を務め2016年に取締役2018年に代表取締役社長に就任いたしましたまた当社と私のことをより多くの方に知っていただくために YouTube 同面チャンネルを展開しております お時間がある際にご紹介いただけましたら幸いでございますどうぞ皆様よろしくお願い申し上げますまず当社の概要についてご説明をさせていただきます日本和装ホールディングス株式会社は1984年に創業者の吉田茂久が福岡県で創業いたしました当社では 着物を着られる方を増やしたいという思いから、無料の着物着付け教室を1987年よりスタートしております。37年目を迎えたこの年は、日本全国約450教室を展開しております。生産者と消費者を結ぶ販売仲介という着物の新しい流通の仕組みを確立し、当社独自のビジネスモデルを軸に歩み、成長してまいりました。 和装品に特化している点が当社の特徴であり、また在庫を持たないことでリスクを限定できるビジネスモデルが当社の強みでもあります。日本和装ホールディングスのビジネスモデルは、教えて、伝えて、流通を促すことです。着物を着られる方を増やし、和装市場の活性化を図るという新しい流通の仕組みで、和装品全般の販売仲介業を展開しております。 また日本和装グループ全体としましては製造・販売カップ販売圧っ仕立て縫製検品・納品メンテナンスと和装業界におけるワンストップソリューションを提供しグループ会社一丸となって取り組んでおります着物文化を次世代につないでいくためには暮らしに根付かせることが大切ですしかし 着物は敷居がが高いいい難ししそうたた思い込みがあるのもまた事実です当社はそのような固定観念を払拭しできるだけ多くの方に気軽に身近に着物を感じていただくために一貫して受講料無料で着付け教室を行ってまいりましたグループ会社のシナジー効果を最大限に生かし着物文化を未来へとつなげていきます 2023年12月期の決算概要についてまず業績ハイライトを申し上げます。本年で創業40周年を迎えた当社は創業40周年「感謝の会」40周年「プレミアムナンバーズ」創刊70周年を迎えたハースト婦人画報社の雑誌「美しい着物」とのタイアップ企画などを実施いたしました。この夏に 初めて本格展開した夏の着付け教室では完全新規受講者を対象とした新規顧客の獲得また着物ブリリアンツ全国大会では過去最多の来場者数を達成いたしました新規顧客既存顧客のイベント教室の参加人数は前年より増加したものの前期に引き続きお客様の 消費マインドの冷え込み等による買い控えの影響により2023年は通期で減収減益となりました2023年12月期決算数値についてご報告いたしますまずは当期の業績について連結損益計算書をもとにご報告申し上げます売上高は45億400万円前年比マイナス 二億六千六百万円となりました。販売費及び一般管理費は三十七億五百万円となり。営業利益は三億九千三百万円。前年比マイナス二千五百万円。経常利益は三億五千二百万円。前年比マイナス四千万円となりました。こちらは近年の売上高推移をグラフで表したものになります。 2023年春季教室の新規申し込み数は前年比約138%と堅調に推移し通期では前年より約600名ほど多いお客様が教室にご参加くださいました既存顧客を対象としたイベント教室の参加人数も前年比約108%となりましたが一方で前期に続きお客様の消費マインドの回復が見られず売上高は 前期を下回る結果となりました続いて近年の営業利益営業利益率をグラフに表したものがこちらになります今年度は売上高が前年実績を下回り経費節減等を行ったものの営業利益は前年から2500万円減少しました営業利益率は前年と同水準となりました次に 当社の財政状態について、連結対策対象表にてご報告申し上げます。流動資産は88億6700万円、前期末費でプラス4億2500万円、そのうち現金及び預金につきましては26億7000万円、前期末費でマイナス1億3800万円となっております。資産合計は 九十二億一千万円。前期末費でプラス四億七百万円となりました。負債は五十七億五千四百万円。前期末費でプラス三億四千八百万円。そのうち有利子負債につきましては。四十六億九千七百万円。前期末費でプラス一億八千三百万円となっております。純資産は。 34億 5, 万円で前期末比でプラス5800万円となりました。2023年12月期のキャッシュフローについてご報告申し上げます。2023年12月期の営業の結果、現金及び現金同等物は前期末より1億4000万円のマイナスとなりました。内訳は営業活動によるキャッシュフローは、 かけ金の増加などにより1億7,900万円のマイナス投資活動によるキャッシュフローは2,500万円のマイナス財務活動によるキャッシュフローは短期借入金の増加などにより6,500万円のプラスとなりました2023年12月末の現金および現金同等物の残高は24億5,100万円となりました最後に 自己資本比率並びに ROE の推移ですが2023年12月を終了した時点での自己資本比率は37.5%となり前期より引き続き財務の健全性を維持しておりますまた ROE は減収減益の影響により5.0%に低下しております2023年12月期の決算概要についての説明は 以上となります続きまして2023年のトピックスについてご説明いたします2023年8月2日3日に当社最大の全国イベントである「着物ブリリアンツ全国大会2023」を帝国ホテル東京にて開催いたしました会場でギネスワールドレコーズの公式認定員を見守る中 出演者が華やかな舞台で美しい着姿やポージングなどを披露し10年前の記録464名を上回る536名で見事記録を塗り替えることができました着物に出会った方々がご自分の美しさを再発見し自信を持ち満面の笑みをたたえる姿こそ当社が最も望んでいることであり 同大会は、それを後押ししていることを強く確信しております。当社は、付加価値の高いイベント、ツアー企画を提供しております。2023年には、初めての新規受講者を対象とした夏の着付け競争を本格展開し、浴衣の着付けを盛り込んだことも好評につながり、400名を超える新規顧客の獲得が実現いたしました。また、新潟、 博多、米沢、沖縄など多数の産地ツアーを行いました特に夏の京都ツアーは祇園祭りの保に特別に乗ることができたりととても満足度の高いツアーとなりました他にも厳選された方のみを招待し一流作家との交流と特別展示会がセットになったイベントキモノプライドを開催いたしました2023年は 京都駅の駅前広場にてファッションショーも行い参加者からは野外での舞台はさまざまな人の目に触れるため普段できない貴重な体験ができたと好評をいただきました2023年3月たくさんの皆様に支えられ創業40周年を迎えることができましたこの1年は創業40周年をテーマに皆様へ感謝の気持ちをお届けするとともに 新たな企画として固有のシリアル番号がついたタグを対象に抽選を行い合計1,200名に5,000円分のお食事券をプレゼントする40周年プレミアムナンバーズを実施させていただきましたこの機会に着物を着て食事にお出かけしたり淡水に眠っている着物を活用していただくきっかけになればと願っております。2023年4月より、 創業40周年感謝の会を全国で順次開催いたしました40周年にちなんで40種類の景品などが当たる特典やメッセージ動画を撮影いたしました2024年3月には東京と京都で記念パーティーを開催する予定ですまた当社が毎年開催しているイベント日本着物総選挙では本年創業40周年を迎えた当社と 創刊70周年を迎えたハースト婦人画報社発行の雑誌「美しい着物」とのタイアップが実現いたしましたこちらは8月から10月にかけて全国22拠点で開催いたしました美しい着物の編集長が厳選したバックナンバーの表紙20冊を対象に当社のお客様である卒業生の投票で「 表紙ナンバーワンを決める美しい生き物表紙総選挙では、そうそうたる歴代女優たちの写真を真剣に審査するお客様の姿も多く見られました。また、本イベントに着物でご来場された方には、カメラマンが撮影した写真をお渡しし、さらにその中より選ばれた方は、美しい着物に写真が掲載されるなどの特典もご用意しました。 日頃できない貴重な特典に多くのお客様より喜びの声をいただいております。当社連結子会社においては、2023年11月10日から12日に博多織発祥の地、福岡県福岡市にて開催された第121回博多織休評会において、当社の連結子会社である博多匠工芸が出品した手織袋帯クジャクボタンが 九州経済産業局長賞賞を受賞いたたししました2023年度には IR 活動を強化すべく多くの投資家の方に当社を知っていただくためにラジオ番組、投資系 YouTube チャンネルへの出演会社説明会個人投資家イベントへの参加等を積極的に行いました続いて当社の今後の展開についてご説明いたします。 2024年の新しいイメージキャラクターには富永愛さんを起用しております。社会貢献活動などにも積極的で、抜群のプロポーションと自立したライフスタイルが多くの女性の憧れであることは周知の通りです。一挙一動に挑戦という文字が想起される富永さんが、そのバイタリティで着物に興味はあるけれど、あと一歩が踏み出せずにいる方たち。 の背中を押ししててくれると確信しております2024年は春限定で日本和装から従来の着付け教室とは大きく異なるお試しし3回無料着付け体験コースが誕生しますこれまでにもお試し体験はありましたが基本的には1回のみ皆様に着付けの楽しさを十分感じていただくには物足りないのではないか と考え、業界でも例を見ない3回という無料体験をご用意しました。1回では駆け足になってしまうことも、3回ならゆっくり、じっくり体験いただけて、誰でも気軽に参加しやすい回数だと考えております。3回の体験の後に、ご希望の方は受講料無料の5回の本教室、超簡単楽々着付け教室へお通いいただけます。 2024年上期は引き続きさまざまなイベントやツアーに取り組んでまいります。見て、触れて、味わって、体験して、教文の素晴らしさを改めて感じていただき、今話題の「源氏物語ゆかりの地」などを、えりすぐりの観光スポットや京料理もご堪能いただく京都初春ツアー。その他にも、米沢、新潟などの産地に赴き、 職人さんとの交流を楽しみながら、伝統技術や産地ならではの作品をご覧いただける産地応援ツアーや、2023年に記念世界記録に認定された着物ブリリアンツ全国大会への出場権をかけたイベント、ブリリアンツ地区大会の開催などを予定しております。顧客層の拡大を目指す事業戦略として、EC サイト、カエルワ が2024年1月9日にオープンいたしました若年層をターゲットにした気軽に和装を楽しめるサイトを目指し初回はリーズナブルな価格帯の着物や帯小物などを販売しておりますまた品質の良さを求めるユーザー様向けのこだわりの小物オリジナル製品など幅広い展開を予定していますこの EC サイトの特徴は着物初心者向けにシワになりにくく 気軽に着られて自宅で洗濯できるトーレシルックやプレタなどの着物を中心に据えたことでカジュアルからセミフォーマルまで幅広く取り揃えていますまたお呼ばれイベントといった行事に合わせて商品を選べるリンクを設置初心者の方でも選びやすい工夫をしていますさらに年間押し立て数トップクラスの日本和装糸の匠センター監修のもと 様々な体型のお客様にご満足いただけるように通常より多い旧パターンのサイズオーダーもご用意しています2024年度の業績予想についてご説明いたします和装業界においては新型コロナウイルス感染症の影響は収束しつつあるものの不安定な国際情勢や物価高の影響などにより依然として先行き不透明な状況が続いております 当社は市場規模が縮小して推移している和装業界に属しながら独自のビジネスモデルによって業界内では比較的安定した営業利益を計上しており2023年においても各段階利益は黒字を確保しております。2024年も期となる日本和装事業を中心としてグループ会社がそれぞれの強みを活用することによって 和装業界に関わるあらゆるシェアを広げてまいります常用金の配当についてご説明いたします当社は株主尊重の立場から株主様の利益を守り継続かつ安定した配当を実施することを基本方針としておりますまた株主様にいち早く経営成績を還元し当社株式の魅力を高め新規株主様の獲得を図ることを目的として 2023年12月期は当社の創業40周年を記念して第4四半期に1円の記念配当を実施し通期で14円の配当を行いました2023年12月期の配当利回りは4.0%となっておりますまた2024年12月期は 13円の配当を予定しております。当社は CSR 活動の一環として、大切な伝統技術や文化の継承をサポートしており、国内の養蚕業を支援する一助になればという思いから、国産養蚕支援事業リボンザシルクプロジェクトを立ち上げました。解雇の中でも幻の品種である太平長安を復刻し、解雇の飼育や 精神に直接携わり、最終的に製品化された着物や帯を紹介して販売仲介することで継続的に日本ののの業への理解の輪を広めてま,いりま,すまたこちらも CSR 活動として全国の拠点がある地域限定で中学校高校への浴衣着付け出前授業を無償で行っております。 家庭科の教科書でただ学習するだけでなく実際に触れて自分で着られるようになることで和装への関心が高まります特別なものではなく身近な文化として和服に触れた子供たちが豊かな文化の残る日本社会を形成していくと当社は信じています実際に授業を受けた生徒たちからは難しかったけれど楽しかった などとても好評です以上2023年12月期決算につきましてトピックスと今後の展開と合わせてご説明させていただきました今後もステークホルダーの皆様におかれましては引き続きご支援賜りますようよろしくお願い申し上げますご視聴ありがとうございました